さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。何？カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ。カスガ、来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよな。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。愚かな連中だ。覚えておけ、私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！クソ！よくやった、強い子だ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いでな。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。片付けましょうか。攻めますよ。仕上がる。あんた野郎、この辺りは爆発物だらけだ。気付けろよ、カスガ。ほら来いよ。おい、行くぜ。いや、その国まで。この歴史まで楽に死ねると思うなよ。攻めますよ。調子が出てきたな。ズリア、おった。コツつかめたんじゃねえか。俺もまだ若いね。また強くなっちまった。鍛錬の成果だ。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。